ここか街頭ビジョン。あ、なんかめっちゃ人集まってる。なんだ八神さん。お、陽介。八神さん、陽介くん、月乃ちゃんが誘拐されたって。てかみんななんか上の方見てるけど、どうすればいいんだろう。はい、ホテルに戻ったら扉が破られていて扉の前に月乃のバッグが。いや、怖すぎるだろそれ。あ、バッグ。くそ、なんてこった。変態カルテットの仕業か。その名前を使いこなしてんじゃねえよ。にしてもこの人だかりは。おう、何。八神さん、街頭ビジョンを見てください。え、なんかやってんの。ん？ん？なんだ街頭ビジョン。いや、何してんの本当に。諸君、お初にお目にかかる。私は変態たちのジャイアントインパクトというものだ。ハッキングしている。ハンピン・リューマンと同等の技術力持ってんじゃん。今回私は友人である変態三重師と共に変態カルテットを結成した。何がしたいんだよ本当に。いや、集まってくるな。ペルソナ5で見たこの絵面。現在このカムロ町には日本各地から様々な変態たちが集結しつつある。地獄じゃねえか。え、そうなんだ。北の大地から500足の上履きを集めた変態が、南の火の国より少女の唾を収集し続けた変態が、つばくれおじさんがやってきている。いや、何。日本各地を震撼させたあまたの変態たちが本能的に何かを感じ取り集まってきた。熱い展開やめろ。変態カルテットが結成されたことで変態たちの集合的無意識において巨大な地殻変動が、いや何を言ってるんだよ本当に。集合的無意識って何。すなわちシンクロニシティである。いや、ちょっとペルソナっぽいのやめろよマジで。シンクロニシティ。我々は全国より集まった同志とともにカムロ町に変態の独立王国を築く。アウターヘブンやめろ。へへ、変態の独立国家。何を言ってるんだあいつ。いや、もう最初から何言ってんのか分かんねえよ。国家には王が必要だ。それは私が担う。そしてあ、ビッグボスになるんだ。え、あ、月乃ちゃんも、月乃ちゃんを巻き込むのやめろってだから。え、月乃ちゃん。いや、王国勝手に築くのはいいんだけど、他人を巻き込むなよ。王には女王が必要だ。彼女こそがふさわしい。月乃ちゃんかわいそすぎるわ。月乃、クソあいつら。今王の名のもと国家が国家たるための三権を制定する。すなわち立法権、行政権、司法権である。ネットが大盛り上がりしてそうだな今この瞬間。三権のそれぞれを変態三重師の三人が担うことに。もう勝手にしろよ。勝手にやったらいいけど。私が法律である。お前が法を語るな。いい尻だ。今日からお尻総理と呼びたまえ。酔ってんのかこいつら。ジャッジメン。ジャッジメン。私、ああ、お前そういうキャラだったな、そういう。いや、楽しそうでいいけどさ。そして彼ら三権の源に、私がジャイアントインパクトだ。このジャイアントインパクトが王として君臨する。あの、違い法権ってことは殴っても罪に問われないのかなこいつら。わあ、変態たちが集まってきてる。いや、なんだよこれ。八神さん、可能なんですか変態の独立国家を作るの。知らねえよ。ターボーに聞くな、そんなこと。いや、待った。ちょっと待ってくれ。お、ターボー、どうした。あ、意味がわからなすぎて思考がついていかない。安心しろ、ターボー。俺も同じだ、それは。全く同じ気持ちだ、今。救急車の音もしてるし。とにかく、月乃の居場所を突き止めないと。そうだな。あ、そうだね、陽介くん。月乃ちゃんのスマホの位置情報は共有してない。ああね。いや、さすがに。ああ、わかんないのか。そうか。だが何とかして居場所を突き止めないと。何笑とんねんターボ。その表情おかしいだろ。陽介くん、この先の調査は危険だから俺に任せてくれ。全てが解決したら連絡する。お願いします。わかりました。八神さん、月乃お願いします。まあ、カムロ町のどこかにはいるってことなんだろうけど、手がかりは月乃ちゃんのバッグぐらいか。さて、どうしたもんかな。ああ、これまたあれか、ランポ呼ぶか、この辺。あれ、お、ここ前作にも出てきたな、このラブホテル。
おランポ。お。あ、この建物は見覚えがあるぞ。なあ、来たことあるな、ターボ。いや、てか、ランポマジ有能だな。確か今は廃墟のはずだが。ここ、あいつらがいるの。ワン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 を連呼している。どうやら月乃ちゃんはこの中にいるようだな。とりあえず忍び込んでみるか。うん、とりあえずな。不法侵入はお手の物。見張りがいる。騒がれると大勢の変態が駆けつけてきて厄介だな。だったら、変態を兵士みたいな感じで言うな。忍び込めそうな場所を探してみよう。オッケー。ほい。ほい。着いた。よし。お、暗っ。あ、てかやっぱここ来たことあるよな。中入ったことあるよな、ターボ。前作で出てきたホテルだな。お、さて、月乃ちゃんはどこだ。探すか、月乃ちゃん。手当たり次第に調べてみるか。手当たり次第に。オッケー。あ、ここ扉があるな。ガッチャ。お、人がいる。誰？これ変態？あれでも、あいつらじゃなさそうだな。変態三重士じゃなさそうだ。クックック、素晴らしいですね。まさか未だに旧式を使っている学校があるとは。旧式？女子中学生が実際に使っていたもん。変態だったよ。私が学校に忍び込んで盗み出してきたのですよ。犯罪者じゃねえか。おお、勇者っすね。あ、もうすでに変態が集まってるんだ。実はですね、もう一着盗みましてね。今日下に着てきたんです。いや、何してんだ。塩素飲んで死ねよ。実は今度、就活で最終面接があるんですけど、その時はリクルートスーツの下にこれを着ていくつもりです。だから何なんだ。パワーが湧き出てくる気がしますからね。いや、落ちろ。全滅しろ、就活。こいつら、シンクロニシティで集まってきたという変態か？いや、だろうな。それ以外の何者でもないだろう。げっ。あ、見つかった。お、やばい、やるしかないか。よっ、なるほど、あなたも変態。いや、まあなるわな。今ここにいるってことはそうなるわな。え、すく水の匂いにつられてやってきた。そうでしょ。なんだよ、すく水の匂いって。構えを解いた。タボ、どうするんだ。侵入者だと気づかれていない。ああ、ああ、そうだ。まあ好都合ではあるわな。最高だよな、すく水は。あ、同意を求められている。あなたも旧型派ですか。旧型って何。え、ちょっとどうしよう。あー、ちょっとクラウドストライフがある。高雪ストライフ来てー。こっちにしてみよう。あー、すく水興味ないね。興味ないね。すく水マテリアには興味ないね。なんだと貴様、すく水を否定するのか。趣味を否定するつもりはないが、お前学校に忍び込んですく水を盗んできたって言ってたな。いや、言ってた。まったく。ただの犯罪者だね、本当にな。てか、変態全員ただの犯罪者だよ。貴様、やる気か。犯罪者呼ばわりされるとは失礼。いや、犯罪者だ。間違ってるのは俺たちじゃねえ、世界の方だ。いや、いいのか？変態がノーマルになったら変態と呼ばれなく、死ねー。すぐ殺そうとしてくる、こいつら。しょ、え、ちょ、殴られたんだけど。痛えな、いきなり殴るなよ。死ねと言いながら殴られた。すく水を否定するからだ。あれ、てかこれ、喧嘩になんないの？お前らとりあえず落ち着けよ。俺が悪かったからさ、趣味は人それぞれ。いや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 。盗みはダメだろ、でも。ふん、わかればいいのだ。いや、ターボ折れちゃったよ。いや、ボコすとこじゃないの、これ。ああ、逃げてきた。ふう、ここで乱闘騒ぎ起こすわけにはいかないからな。殴られ損だが仕方、マジで。いや、いつも乱闘騒ぎ起こして解決してるじゃないか。ここでは喧嘩しないんだ。あ、ここにも、扉が。あれ、ね、あれ、女の子いる。ねえ、本当に歩くだけでいいの？ 1 時間3万円だよ。え、え？いえ。お、話しかけないでください。私たちは道を、あ、変態がいる。ちょ、多種多様な変態がいる。おじいさん、さすが増田山さん、微動だにしない。え、35年間毎日3時間道路の側溝に潜み、パンティーを覗き続けただけのこと。いや、妖怪じゃん。もう妖怪の類じゃん。つ、なんか言ってんだけど。
見えたぞ天国への門が見えた。いやもうそのまま召されろお前死ね。おお月の茶はいないもん。何ここ。いやもう焼き払えよこんな建物。変態博覧会じゃねえか。いやマジもういいぞもういいぞ。月野ちゃん、月野ちゃんいる？マスター、いやもういいって。もやはり風俗は邪道なのでしょうか。おお、ジャイアントインパクトを見るがいい。彼はあの土地まで童貞を貫き通した。いやもう早く月野ちゃんに会わせてくれ。本物の肉体を味わったことがないからこそ、王はその類稀なる妄想力を維持しておられるのだ。いやもういいって、もう何の話だよ。風俗に妥協すればダークサイドに落ちることになる。ジョージ・ルーカスに謝る。低層を維持することこそが王道なのだ。さすがマスター小田原。なんと、頑畜のあるお言葉。あ、何？童貞二人ってこと？こいつらは。あ、こいつは比較的平和だな。深淵を覗き見てしまった。くっくっくっ。え？深淵を覗き込むとき、深淵もまたこちらを覗いているのですよ。いや、誰？お！いや、何こいつ？変態ってのは壁にくっつくもんなの？覗きはいいですよねー。けけけけけ、怖い怖い怖い。うお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 う、もう。人間やめてるじゃん。まさに魔屈だな。パンデモニウムだよ、ほんとに。いや、まじ焼き払った方がいいってこと。1階と2階は一通り調べたな。とんでもない世界を垣間見ちまった気がする。さて、3階も調べてみよう。あ、これで3階行けるようになるのか。おーい。月野ちゃんいる？いや、もういいよ、マジで。月野ちゃんは、あ！あー、月野ちゃんいた！よかったー。終わりだ。月野ちゃん？お、月野、あ、そのイントネーションなんだ。月野ちゃんなんだ。月野ちゃんだと思ってた。あなたは確か、八神さん。お、大丈夫？月野ちゃん。出た。やはり現れたか、八神。いや、股間のアップやめろ。こいつらとさっきの変態たちの違いは何なの？キャー、何？変態？そうだよ。彼女は変態王国の王女となる女性。渡すわけにはいかない。いや、変態王国の王女なら、変態の女性を選べ。変態王国ね、そんなもの本当に作れると思っているのか。いや、無理だ。明日にはなくなってる。八神よ、ならばと、国家とは何だ？いや、何？は？哲学やめろ。国際的に認められた統治機能があることか、領土を持つことか、独立するに足る軍事力を持つことか。そんな格好でそんな話されても。いや違う、断じて。国家とは我々の心の中にあるものなのだ。日本に、世界に認められまいと関係ないのである。なん、志は立派だけど、たとえ1年1ヶ月1週間で潰されようと、一度生まれた心の国家は消えることがない。いやでも、心の中でじっとしておいてくれ。だからこそ我々は変態の変態による変態のための国家を樹立するのである。何回変態言うんだ。ほんとこのストーリー始まって何回変態って単語聞いた。我々変態三重士も GI の理念に共感したのです。さよ、 GI の理念こそ革命に至る理念、すなわち変態レボリューションなのです。勝手にやってたらいいけど、他人を巻き込んだり犯罪を犯すな。お前らの理想は理解できないが、とにかく月野ちゃん巻き込むんじゃねえよ。いや本当に皮肉なことに、変態行為にはその変態性を観測し恐れる存在が必要なのだよ。うるせえマジ。だからこそ彼女は変態王国の女王として必要な存在。渡すわけにはいかぬ。いや、変態に理解のある女性を連れてきたら。じゃあやっぱ話し合いは通用しないよな。だったらどうやるか。肉体には肉体で答えるしかない。まとめてかかってこい。お前らのふざけた王国は今日でおしまいだ。ターボ忙しいんだよ。こんなことやってる場合じゃねえんだよ今。起きた変態カルテット、かかってこい。なんか落ちてないか。マジ狂気落ちてないか。殺傷力の高いやつないか。なさそうだな。こいつ、俺ら決めたくるくる。アンティ教授がよ、ターボーのケツの匂い嗅いどけ。おら、よっしゃ、キムタイフン。すげえ際どいところをくるくるしてた、ターボーが。見えちゃいけないもの見えてそう、ターボー視点で。
行くぜ。おキムタグーパン超寸止め。寸止め好きだろ、どうせお前らみたいなやつは。よし、いや弱えこいつら。めちゃくちゃ弱かった。まあ、ただの変態でな、戦闘力はないからな。おい観念しろ、出頭しろ。ぐ、なんという強さ。カルテットの変態パワーをもってしても勝てないのか。変態パワーってなんだよ。もうシナリオライター頭空っぽにして書いてるだろこれ。月乃ちゃん大丈夫？月乃ちゃん初めてじゃない。いやちょっとアングルやめろ。いや YouTube 厳しいんだよこういうの。あなたに助けてもらうの初めてじゃありません。あ、記憶が戻った。月乃ちゃん、まさかまさか記憶が。大丈夫かな今回 YouTube 的に。思い出しました、嫌な思い出ばかりじゃなかった。おう、おう、前作の記憶を思い出している。思い出してしまった。誰？知らないやついたな。その後の話かな。変態がいたから矢上さんに出会えた。いややっぱそこつながってんの。変態がいたから矢上さんと出会えたんです。いやボイスつけなくていいから。2回言わなくていいし。いや泣いていいぞターボ。矢上さん会いたかったです、ずっと。ああよかったな、変態の記憶は失ったままでよかったけどな。ああ素晴らしい、これが愛の力か。感銘を受けている。ん？ん？八神よ、王女を連れていくがよ。連れていくよ。貴様の愛が彼女の心を忘却のラビリンスより連れ戻したのだ。何言ってんの本当に。何もかっこよくないから。王女の心を見事射止めた貴様こそ変態王の座にふさわしい。多分変態王になっちゃったよ。ええじゃなく。さすが笑顔が汚ね。何その笑顔、こんな汚い笑顔ある。お前が王だ、認められちゃったよ王として。無罪、うるさいわ。お前有罪だわずっと。わあ、変態たちが盛り上がっている。お前ら、いや何ちょっといい話になってんの。心通わしてんじゃねえよターボ。八神さん、いやターボしっかりしろ、戻ってこい。ターボ、お、とりあえず通報するか。そうだな、うん、よかった。正気だったわターボは。ひたすら通報しよう、うん、もうお前ら出てくんなよマジで。もうインペルダウンに投獄しようぜこいつらは。普通の刑務所じゃ生ぬるいわ。もう構成の余地がない。ああ警察来てる。ありがとうございました。明日のネットニュースは祭りだなこれ。いやーそれにしても良かったです、月乃の記憶が蘇って。おいやそうね。ああ変態たちも捕まったしこれで安心だ。めちゃくちゃボリュームあったなこのストーリー。1時間ぐらいやってたんだけど。ん、月乃ちゃんどうした。おどうした。いえ、いえすいません。え何。月乃また八神さんに助けられちまったな。悪の魔の手から助け出す王子様みたいなもんだな。いやまあ前作でもね月乃ちゃんターボのこと好きだったし。お王子様、まあ王子様というか変態王というか。ほら月乃、八神さんに何か言いたいことあるだろう。言いたいこと、うん、八神さんさえよかったらまた前みたいに遊んでくれますか。ああ、いいよなターボ、全然いいよな。ああそれはもちろん。いやもう物語もクライマックスだけどかなり。あ、ありがとうございます。よかったね月乃ちゃん。八神さん、月乃と遊ぶのはいいですけど月乃で遊ばないでください。うるせえわ陽介。こいつこういうやつだったぞ。えば陽介の方がなんだったら変態王の素質あると思うけど。バカ言え、そんなことするかよ。終わった。いやマジ令和にやっていいのかっていう内容のストーリーだったな。攻めてたな終始。よっしゃ本編戻りますか。さあ偉人町に来たぞ。もうカムロ町には戻れないってことだったよな。カムロ町でやる最後のストーリーがあれでよかったのか。もしもし。よーターボ。お、今どこだ。ワイトさん、ちょうど横浜に戻ってきたとこだよ。うん。何？おいおいおい、ちょっと。もしかしてどっかから俺のこと見てた。めちゃくちゃ押されたんだけど。そんな邪魔じゃなかった。今頃気づいたか。
お前がいかがましい店に通ってるのマジで全部お見通しってわけだ。じゃあ当たらずとも遠からずなこと言われた。どこにいんの？変態のくだり見られてた。アンディ・リューマンのとこにいる。星野くんと東も来てるぜ。あ、星野くんもいんの？アンピン・リューマンのとこ。そういえば横浜に行くって言ってたな。江原の奥さんと会うっつって。あ、言ってたね。お前もこっち来られるか。ちゃんと手抜かずに仕事してたか報告に来いや。いや、まあ仕事してたっちゃしてたけど。すがすがしいほどに偉そうだね。ちゃんとした仕事だったかどうかわからんじゃあな。よーし、じゃあ行くか。カイトさんと合流しよう。カイトさんの安心感やべえな。来たでー。カイトさんいる？お、めっちゃいる。あ、つくもしも来てんじゃん。フルメンバー勢ぞろいって感じだな。どんどんシャルル化してないこの場所。主役をお待ちしてたんですよ。ハンピン流よくそんな面と向かってごますれんな、星野くん。なんだよ。ごまをすれるのは高いコミュ力の証ですぞ。さすがつくもし。お疲れ様、八神さん。いや、つくもしもコミュ力やばいけどね。ああ、座れやタボ。パソコンオタクにあるまじきコミュ力してるわ、つくもしは。みんなの報告を聞くのかな今から。そうか、じゃあお前また法廷に立つんだな。あ、そうそう、そういう流れだったな。沙織さんのサポート役だけどね、弁護士としてね。ああ、なるほど。どうした星野。そうなると僕は江原さんの控訴法廷にいなくてもいいんですかね。何嫉妬してんだよ。いや、どうだろう。星野くんはな。そこは沙織さんと話してみたら。いや、キャバクラでやらかしてるよ。八神がいるならいなくていいだろう。ズバッと言うね。星野くんやべえな。そろそろ役に立つとこ見せねえとクビになるんじゃねえ。いや、マジでな、星野くん。僕だって役に立ってるじゃないですか、それなりに。いや、一緒に新宿駅行った思い出しかないけど。そういうのは自分で言うセリフじゃねえだろう。青い野郎だな、この弁護士先生は。鉄装がそれ言うか。うっ、お前戦闘面で役に立った記憶ないぞ。ギャングに口で言いまかされちゃってるよ。でも確かに星野くんは活躍してない。全然。俺からの報告はそんなとこ。そっちはどうだった。偉人町でみんなが聞き込んできてくれた情報を集めて整理しよう。おお、そうね。カイトさんとか聞き込みしてたんだよな。クアナの居場所は分かった。クアナの居場所はまだどこにいるかつかめない。クアナ、あいにくな。偉人町中を聞き回ったんだが手がかりなしだ。顔と名前変えるって言ってたから。 RK も桑名を探し回ってる。奴らまた俺らがかくまってるんじゃねえかって目光らせてる。いや、もう別人になってんだろ。それは裏を返せば向こうもまだ桑名を見つけられてないってことだよな。 RK を見つけてないと。なるほど、そうとも言えますね。桑名さん、この間の船の爆発で、ああ、本当にちゃんと無事だったのかな。いや、でも自分で仕掛けた爆弾だし、そこはちゃんとしてんじゃない。生きてるとは思うよ。おう、無傷かは分からないけど。それで死んでたらアホすぎるだろ。俺と会った時、あいつはもともと姿を消す気でいたんだ。ただ問題はこれから先の話だな。これから先な。楠本玲子に裏切られたと知った今、桑名がどう動くつもりなのかまるでわからない。いや、でも桑名はその河合の死体を持ってるから。俺なら裏切りは許さねえ。楠本さんの殺しの証拠を。桑名もそう考えるんじゃねえか。開示しようと思えばできるんだ。裏社会を長く生きてりゃ当然の発想だ。今頃楠本玲子を付け狙ってるとかよ。でも、ああ、確かにそうか。迷惑はかけないとは言ってたよな、楠本さんに。星野くんと東は江原の奥さんに会ってきたんだよな。ああ、そうだったね。ねえ、ただ収穫はほぼなしですね。あ、そうなんだ。奥さん、江原からは特に何も聞かされてなかったよ。ああ、でも星野くんちゃんと働いてるじゃん。4年前に一人息子が自殺しちまって。敏郎くんね。それっきり江原と同居するのを拒否してるらしい。敏郎くんお母さんと一緒に住んでたんだ。離婚してないのは手続きする気力もねえからだとさ。なるほど。敏郎くんと暮らしてた時のまま同じアパートに住み続けてるみたいです。はあ。僕らも仏壇にお線香だけあげさせてもらいましたけど、その間もずっと無関心な顔をしてて。無関心か。江原が痴漢で捕まってることには何か言ってた？興味ないそうです。クラウドストライク。その裏で息子の仇を討ってたかもしれないことは
三越場の殺害動画も奥さんは見てない。見てないって言ってました。マジで？マジで無関心なんだ、マジで？なんていうか、ほんと取り付く島もない感じで。もう掘り返さないでくれって感じなのかな。せっかく横浜まで来たってのに冴えねえもんだ。まあまあマスコミとかもな、めっちゃ来てるだろうしな、すでに。あんま相手したくないのかもな。偉人町で RK は今どんな様子？ RK 相馬ね。どこ行っても我が物顔で歩いてるぜ。それに向こうはみんな俺らの顔を知ってるようだ。遠巻きにじっと見てきやがるから視線が鬱陶しくてしょうがねえ。あ、でも手は出してこないんだ。おまけにあいつら偉人町に根を下ろす気でいるみたいよ。へえ。うちの息がかかってる店に嫌がらせしてきてる。カムロ町だけじゃなく偉人町も嫌がらせ。まあ確かに偉人町もな。ああ、だいぶ治安悪いから。仇の客と思ってると食い逃げするわ、何癖つけてくるわで商売を邪魔してくるんだ。おい、それ長さんの店にもやってんのか。でそこへ別の野郎が助けてやろうかって用心棒でせびってきや。有点判定にもそれやってんの、もしかして。まるっきりヤクザのやり口じゃねえか。まあでも長さんいるなら大丈夫。それも随分昔のな。今極道がそんな真似すりゃ暴対法で一発アウトだ。長さんが何とかしてそうだな。相馬は半品流馬のとこ、あいつまだ偉人町にいそうか。いや、あいつの情報は全然でな。偉人町にいるとしても地下にじっと潜ってんだろう。なるほど。相馬は阿久津と違って出たがりじゃねえ。見つけ出すのはかなり骨だぜ。まあ、公安の捜査官ってことなら。公安の手を借りてるならなおさらです。なあ、つくもし。よほどのことがない限りもう尻尾を出さないでしょ。まあ、でも痴漢事件が解決すればな、相馬も法廷に引きずり出せるっていう。あ、終わりか。みんなの報告はこんなとこか。あんまり大きい情報はなかったな。ですね。では僕はもうこれで引き続き桑名さんの情報を集めたいと思います。つくもしお疲れ、うん、ちゃんと無事でいるといいんだけどね。99か、裏社会ともつながりできちゃったな、横浜の。めちゃくちゃ有能な探偵事務所になりつつあるな、偉人町で。つくもさんも杉浦さんもしっかりやってるんですね。いや本当にね。それに引き換え今回影薄いね。いや言わないであげて。弾持ってるって空手の腕も全然活かされないし、ね。まあでもいいとこないのは確かに。僕は縁の下で力を発揮するタイプですからね。縁の下で邪魔してたけどな。じゃあキャバクラの時。そろそろおいとまして神室町に戻ります。ああ帰るんだ。東さんはごゆっくり。いやマジ東が助けに来るところ。そんな人はどうする。多忙。星野君来るべきだって。今夜はもう上がりか。沙織さんもさ。なら鉄尊が止めてくれるって言ってたぜ。マジ止めてくれんの。ああ別に構わねえ。半品流氓に。どうするよ。え、じゃあ有点判定に止めてくれよ。住み込みで働かせてくれ。まだ休まない。もう少し動くよ。うん、ちょっとやることあるからな。お、話せるじゃん。まさか自分があの半品流氓のアジトに来るとは思ってなかったぜ。あ、知ってたんだ半品流氓。ここらはちょっと前まで偉人さんって3つの組織がバチバチでな。お、知ってんねん。半品流氓もその一角だったんだ。東知ってんねんお前。五徳セブンやったな。さては兄弟、さすが頼りになりそうなのが揃ってるじゃないか。まあな、ここに桑名もいりゃもっと公安と張れるようになるんだがな。白面たちよりは確実に強いからな、うん、よし、カイトさん、じゃあ止めてもらおう、半品流氓に。もう今夜は上がりにすっか。上がりにするわ。どこ見てんの。まっすぐ前を見てターボーと話している。一晩止めてもらおう。じゃあ一晩止めてもらえる。お言葉に甘えて。長さん出せこら。長さん出せこら。いや出てたけど、もっと出せこら。いやでこれからどうすんだろうな。手がかりなしだよな今んとこ。なんかめっちゃドローン落としてる。桑名も相馬も見つからないみたいだし、もう偉人町でやれることないかな。え、マジで。わざわざ来たけどもうやることないの。いや、ちょ、ドローンゴリラ。ドローンゴリラインハンピンリューマン。ヤガミ持ってきてたの。俺はしばらくこっちに残って兄貴と動くぜ。お前らに手貸してやるっつってんだ。あ、シャルル暇そうだしな。どうやらでかい敵らしい。ここで抜けちゃう男がスタルってもんよ。なんだかんだ協力してくれんだよな東は。こう言ってありがとうな。いやちょっとドローンゴリラ何してんの。
ちょ、この付け壊せねえのか。なんだよ、耐久性上げやがってよ、鉄装がよ。くっそ、壊せねえ。学んでんじゃねえよ、てめえ。やあ、タボ。よ、怪盗さん。鉄装がドローン飛ばしてみせろって言うもんだよ。鉄装の依頼なんだ。自分らの島を上から見るのは初めてだ。意気投合ゴリラ。わあ、面白いもんだな。俺も今度自分の買うわ。コワモテのやつはドローンに惹かれる習性でもあんの。マジ緊張感ねえなこいつら。おい、鉄装、じゃあターボのドローンを見せてやるよ。ターボを飛ばしてみせてくれ。よっしゃ、行くぜ。ターボドローン対ゴリラドローンの一騎打ちだ。おら、死ね。いやー、たー、それ。こんな日常が続いたらいいのにな。あぼ、スゲロ君、何してんの。あ、ヤガミさん。え、もう偉人町でやれることは全部済んだ感じ。え、全部。いや、どうかな。あ、もしかして。いや、出た、マジか。あー、偉人町でもこれで最後か。どうしよう。いや、やり残しめっちゃあると思うけど。ちょっと待って、杉浦君。いや、そっか、うん、まだやることあるわ。ならいいんだ。どうしよっかな。でもメインストーリーも進めたいよな。最近ずっと寄り道ばっかしてるからな。いや、まあまあ、とりあえずちょっと進めようと思います。で、まあ動画なんでね、寄り道したくなったらまたセーブデータ戻して間に挟めばいいんで。はい、なんでここはとりあえず進めようと思います。本当？じゃあよかった。つくもくんがちょっと八神さんに見てもらいたいものがあるんだって。お、何？つくもくん上にいるからすぐ行ってくれる？オッケー。いや、でもいよいよクライマックスってことだよな、これ。偉人町もカムロ町もやり残しないってことで。つくもくん、八神さん来たよ。あとはもうひたすら本編が進むのか。八神氏が桑名さんに託された例のペンダントの件です。あ、出た、トシロクのやつ。あれはですな、どうやら入れ物に過ぎなかったようですぞ。入れ物？入れ物って何の？え、なんか入ってた。中に入っていたのはこれです。何？割れたペンダントの中にこの SD カードが仕込まれてたんです。 SD カード。そして中には動画データが入っていました。動画データ、内容は？あれじゃない、狂気の場所。江原が三越場ヒロを殺害していたあの動画です。あ、違った。追加のシーンがあるわけでもなく、以前我々が見たままの。あ、でもおかしいな。桑名はそれを渡すためにわざわざ危険を冒して俺と会ったんだ。確かに。実際そのせいで RK の襲撃を受けてる。なんでその動画なのに、中身はネットで拡散済みのあの動画だけ。ええ、ただしこの中の動画はコピー元のオリジナルデータです。オリジナルデータ。ビデオで言えばマスターテープ、フィルムならネガに当たるでしょう。ああ、編集元の。いかなる加工も入ってません。動画ってこと。どういうこと、なんでそう言えるんだ。加工なし。実はこの SD カード自体が非常に特殊なものなんですよ。へえ。普通に店で買えるものではなく、書き切り型媒体と言われるものです。なんだそれ。例えばデジタルカメラで何かを撮影した際、この SD カードに記録された画像は加工も消去することもできません。へえ。その特性から鑑識が事件現場を撮影するときにも使用されます。そんなんがあるんだ。つまりこの三越場殺害動画は加工されてないと言えるのです。え、じゃあ裁判ひっくり返るじゃん。今度の控訴でも証拠になる。いや、なあ。ええ、検察や裁判長に交渉する余地は大いにあるかと。フェイクじゃないってことだ。少なくとも出所不明のネット動画とは一線を画します。すげえ証拠だ、ね、もしかしてそれだけで今度の裁判勝てちゃうんじゃない？いや、なあ、これはそこまでは保証できません。いや、でも欲しかったやつ。桑名さんが危険を犯した理由はこれで説明がつきます。欲しかった新たな証拠。この中の動画はたった一つのオリジナルだから、信用できる人間にしか渡せなかったんですよ、八神氏。え、でもなんで桑名はこれをターボに渡したんだ。いや、絶対中調べるって分かってたよな。だって
書き切り型媒体に入った殺人動画、桑名はこれを俺に法廷で使えって、江原の罪を暴けって言ってんのか。桑名は、桑名はこれを江原に渡してくれって俺に言ってたんだ。おう、ええ、ですが事前にペンダントを調べられることは当然予測してたはずです。だよな。桑名さんはおそらく八神氏にこの証拠をどう使うかも含め、全てを委ねたんじゃないでしょうか。諦めたってこと。公安に追われる桑名さんはもう明日をも知れない身です。どうやってもそれを江原さんに渡せなくなるかもしれなかった。あ、だから全て八神氏に託したのですよ。いじめ加害者に制裁を与えてるやつがいるっていう。俺の答えは決まってるよ。それを見せつけろってことだな。法廷で三越葉殺害に関わった連中全員に法廷で光を当てる。おお。江原や桑名、その教え子たちにな。ああ、それが公安を表に引きずり出す第一歩になる。それがこの SD カードはその突破口になりうるものだと思います。江原が言ってた。八神さん、爆発に巻き込まれた甲斐があったね。その暴露しようとしてたことなのかな。だな。この動画が狂気じゃなくてこの動画を暴露しようとしてたのか。おー、あれ、マッツン。すいません、あの、え、どうした。マッツンか、なんでここに。久しぶりだな。さっきミスケンの奴らに聞いて。あ、天沢さん、八神さんがこの探偵事務所にいるって。何かあったのか。うん、ちょっと茜がやべえ連中とつるむようになってさ。あ、茜、それで八神さんには話しといた方がいいかなってことがあって。なんだ。少し込み入った話のようですね。どうぞ座ってください。優しいつくもし、怖い色が露骨に優しくなったな。茜ってお前がよく一緒にいたあの子だよな。みこしばのこと好きだった子だよな。確かバスケ部でみこしばと仲良くしてたんだ。ひねくれた感じで甲田さんのことをいじめてた。ここでこいつら出てくるか。このタイミングでやべえ連中とつるむようになったっていうのは。うん、最近東京から来た半グレ RK ってやつらにナンパされたみたいで。出た RK。 なるほど。それでナンパされた。チヤホヤされているうちにいらねえことまでベラベラ喋っちゃったらしいんです。八神さんのこととか。あ、まあ別にそれぐらい構わないけどさ。いや、でも、でももう RK には関わらない方がいい。あいつらの幹部は組み抜けたヤクザ。ターボと繋がってるってやばいんじゃないの。 やべえやつらなんですよね。うん、どうした。アカネ、そいつらに聞かれたらしいんです。え、八神さんが一番可愛がってる生徒を教えろって。え、天沢さん。それであいつ、あ、甲田の名前を出したらしくて。甲田さんか。アカネもさすがになんかまずいと思ってその後俺に電話してきたんす。え、八神さん、なんか RK と揉めてんですよね。もしかして甲田が狙われるなんてことあります。いや、それは甲田さんと連絡つくか。うん、それが電話つながんないんです。え、アカネの方は。あ、そっか、電話しています。え、甲田さん狙われてる RK に。やばいぞ。沢先生がちらつくんだけど。もしもし、マッツン。あ、アカネ、お前今どこ。三越葉先生のところ。え、 RK の人たちと一緒に三越葉先生の死体が見つかった建物に来てるの。なんで、なんで。マッツン、もう八神と会った。え、なんでそれを。今目の前にいるぞ。八神だ。そっちに甲田さんはいる。いるんかい。八神さん、甲田です、助けろ。あ、八神か。遊びに来いよ。捕まっとる。場所はわかんだろ。誰だ。誰でもいい、すぐこっちに来い。早くしないと甲田ちゃんにいたずらしちゃうぞ。いや、なんだ。目的はなんだよ。どういうつもりだ。来たら教えてやるよ。分かってんだろうが、殺に作ったら俺らは消える。重慶たちは死体も出ねえ。お前ら自分が何してるか分かってんのか。こいつら簡単に手出すからな。一般人に。急ぎな。タボ、これは行くしかないな。なんだよこれ。マッツンはここにいろ。つくも。
海藤さんと東さんに連絡して協力を頼みます。おあと先行してドローンを現場に飛ばしましょう。やつくぼし言うのさすが頼んだ。行くぞ。これ以上犠牲を出すわけにはいかない。あ、まっつ